こんにちは、ゼキザップです。今回は群馬、栃木、埼玉、茨城の4県にまたがる日本最大の遊水地である渡良瀬遊水地に行きたいと思います。渡良瀬遊水地は東京ドーム約700個分の広大な遊水地で、上空から見るとハートの形をしているのが特徴的です。渡良瀬遊水地の誕生には歴史がありまして、その昔渡良瀬川下流部の洪水被害とともに足尾銅山から流れ出した鉱毒による被害が明確になったことから、遊水地計画が打ち出されて誕生しました。遊水地は自然がすごい豊かで、広大な敷地の約半分ほどに広がる吉原が特徴的です。春になれば緑に包まれた爽やかな風の中を気持ちよく走ることができて、逆にね、今の冬ですと一面茶色い景色と寒波に身を震えながら走ることができます。遊水地の広大な吉原や樹木、池とか沼には多くの野生生物が暮らしていて、ハヤブサやオオタカといった絶滅危惧になっている野鳥も観察することができるので、バードウォッチングにも最適な場所となっております。そんな渡良瀬遊水地なんですけど、訪れる際の注意点があります。谷中湖周辺エリアの開園時間は9時からとなっておりますので、ツーリングやドライブで来る際は早く来すぎても空いていないのでご注意ください。それでは日本最大の遊水地である渡良瀬遊水地に行ってみましょう。はい、ただいま渡良瀬遊水地に向かって進んでいます。この道をね、まっすぐ行けば渡良瀬遊水地の方に行けます。周辺をくるくる回る感じになるんですけど、エントランスっていうほどではないんですかね、ちょっと細くなるんですけど、カブであれば問題なく行けます。こちらね、まっすぐ行くと左側になんか観光スポットか何かがあったんですよね。レンガを焼くんだか何なんだか分かんないんですけど、イチョウがあるんで秋頃来るといいかもしれないですね。来年とかは秋でイチョウとか見ながら、こちらの観光をするのもありかなっていうふうに思います。でこちらですね、まっすぐ行くんですよ。大概の人はここ左に曲がっちゃうんですけど、こちらまっすぐ行きます。細いですよね。よく前の車行きますけど、あれパトロールの車かなんかですかね。結構遊水地の周辺ってゴミとか捨てていく人がいるみたいなんで、ああいったね、車がぐるぐる回ってるみたいですね。で一気に景色が変わりましたね。これが遊水地です。といってもまだね、入り口部分なんですけど、なかなかこういう景色ってね、見慣れないんで、なんか変わった幻想的な感じですよね。またね、こう山の中を走ってるのとは違って空の広がりを感じることができるんで、すごいなんか新鮮です。すごいな、こんな景色が広がってるのか。へえ、天気が良くて本当に良かったなって思います。わあ、なんかすごい景色だ。これが吉原っていうんですかね。なかなかこれ焼いたりするんですよね、春になると。そういったのもね、今はコロナなんで来年はやらないみたいな感じらしいんですけど、そういった景色もね、写真映えとかするんで見てみたいですよね。すごいな、見渡せる。ちょっと立ってみるかな。おーすげえ、思わず立ち上がっちゃいましたね。すごいな、なんかね、別世界ですよね。広大な景色を走ってるんで、なんか北海道とは違うけど、なんかこういったのが身近にあるっていいですね。そしてヨッシーがすごいですね。自分の身長よりも2メーターぐらいあるんじゃないかな、これ。なんか変わった景色の中走れますね。すごいな。来るまではすごい飽きてた道だったんですけど、遊水地はなんか楽しいです、走ってて。とりあえず道なりにどんどん走ってるんですけど、今自分がどう走ってるかよくわかんないんですよね。あんまりこう遊水地周辺ってストリートビューとかでも全然わかんなくって、あんまり事前情報がないんですけど、北側とかから来ると北エントランスとか中央エントランスとかいろいろ書いてあるんでわかりやすいんですけど、自分が来たルートからだとちょっとね、わかりにくいですね。この辺でちょっと写真でも撮っときましょうかね、記念写真を。せっかく来たんで1枚ぐらいは取っとかないとですよね。ここもまた違った植物が植わってますよね。この木は何なんですかね。さっきまで見てたのとはまた違った感じの景色ですね。なかなか幻想的ですね。いい景色だとか言ってたら、なんか左側のあれは、はい、通り過ぎてましたね。こちら右に行くと広場の方に行けますね。はい、右折していきます。
あれが高台ですね。いや本当に風がなくてよかった。まあ、せっかくなんでね、ここでしっかりとね周りの景色を見ていこうと思います。いやーなんか久しぶりに来るな、まあ、階段がね地味に疲れるんですよね。おーすげえ抹茶色ですね。とりあえず高台からもうちょっとね奥に行った方の駐車場に停めておきます。結構写真とかね撮ってる方がいらっしゃいましたね。おーおーおー、いい感じですね。これが遊水地、広いな。そしてねベンチがあるんでここでパンでも食べますかね。これは高菜パンですね。うん、うまい。そしてカレーパン、これ揚げたてだったんですけどね、まあ今食ったら揚げたての意味はないんですけど、まあ、サクサクですね。そしてメロンパン、形がいいですよね。一応一番人気らしいですね、こちらのメロンパンが。のどかだな。はい、パンも食べたんでちょっとねもう少し奥まで行ってみましょうか。まあ、あんまり奥まで行くとね疲れちゃうんでね、ほどほどに。結構ねこのストレートが長いんですよ。お、橋が見えたんであそこまでにしましょうかね。おー、キラキラしてるな。広いな。こっちの方が、あー、やっぱり綺麗だ。あの山なんだろうな、筑波山とかですかね。見えるんだ。よし、じゃあとりあえず引き返します。一応ねこう GoPro は分かんないんですけど、写真撮ったら奥の方にね富士山が見えました。でなんかねなんかいるんでしょうね、フクロウかなんかですかね、群がってますね。はい、渡良瀬遊水地を満喫することができました。まあね正直今の季節ですと、まあ寒いし周りもね茶色いんであんまりねいいシーズンではないんですけど、まあ、幻想的なね普段経験できないような景色を見ることができるんで非常にいい感じでした。まあ、できればねゴールデンウィークとかもう少し暖かくなってからまあ緑にね包まれた中気持ちよくツーリングしたいなと思っています。まあその時にまたもう一回来ようかなと思いますので、ね皆さんもそれぐらいの時期になったら来てみてはいかがでしょうか。ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価していただけると非常に励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。